はい、では、最後に照明をこのオートポールにつけてみたいと思います。完成はこちらのような感じですね。これ4面あります。ローアングルのものと、それからハイから狙うやつですね。照明は全部で4つあります。このポールです。こういうポールをこのオートポールにつけていくんですけど、これはこのように開いて、ここにガチャッとつけて固定していきます。そしてこの先端部分にですね、この照明の機材をつけていきます。はい、たらここをドッキングして、よいしょ、ネジをしっかり止めておきます。はい、こんな感じですね。そうするともうこの状態で、撮影が可能になる状態です。はい、カメラマンさんこっち来て。で、この位置だと高さが低いので、ここを回してよいしょ、こいつを高さを固定していきます。から次反対側、はい、また同じようにこのポールをここに固定します。クイックイックイッ、はい、したらこの先端にまた照明をつけていきます。これがダボと呼ばれるもんです。こいつをその黒いのを取ってここに入れて、こいつを固定します。そしてこの照明のこの部分にこいつを入れていきます。はい、はい、ドッキングです。したらちゃんとネジを締めて、はい、で、あとここにネジがあるんですけど、両サイドにこれを回してこのソフトボックスの位置を合わせることができます。最後にこいつをまた天高く上げて固定します。この照明の位置をちゃんと合わせていきます。こいつをもう一度少し緩めて角度合わせて、ひょい、で、あとはこちら側です。こちら側もきちんと、よいしょ、はい、こんな感じです。したら最後に、ローアングルの照明を置いていきます。ローから照らすやつはこのような感じで、はい、このような感じで4灯照らしていきます。はい、こんな感じです。はい、これで照明機材の出来上がりです。